有機質肥料で養液栽培を行っているトマトの栽培の様子です。こちら側の4列が有機肥料区、右側4列が化学肥料区です。どちらも同等の生育を見せてくれています。有機肥料区では1段目の収穫がほぼ終わり、2段目の収穫が始まっています。こちらは、有機肥料区です。カツオの煮汁で育てています。現在1日あたり100グラムのカツオ煮汁を添加しています。なおトマトはこの1列に100本植えております。トマト1本あたり60ミリグラムの窒素を毎日与えている計算になります。こちらは化学肥料区です。同量の窒素肥料が入るように、大塚1号、大塚2号、大塚5号を与えております。こちらも良好に生育しています。化学肥料区の根を見てみます。このように培養液は透明で白い根が、発達しています。これが化学肥料区です。次に有機肥料区の根を見てみます。バイオフィルムが、よく発達しています。培養液は褐色の色をしています。根が非常によく発達しています。栽培装置は M 式水耕のトリを使っています。ここが、培養液の注ぎ口になっています。そのまま栽培装置の中を、下流に向けて流れていきます。最終的に栽培装置の真ん中にありますこの中央のところからタンクに水が落ちる仕掛けになっています。培養液はこの溶液タンクの中に、落ちまして、またポンプで汲み上げられて、栽培装置の中を循環する完全閉鎖系の、循環式の溶液栽培装置になっています。このようにトマトが順調に育っています。